見た目は地味だけど効果絶大だった強化、マグネットコーティング。マグネットパワーホーン。超電磁ガンダム。映画だとしてなかったんだっけ？する場面飛ばされただけでしたことになってたんだっけ？劇場版でもしたことにはなってる。アムロのセリフで、マグネットコーティングで少しは動きが良くなってるんだが、とかって言ってる。オリジンだとアムロがすげえ嫌がってた。でも結果的に恩恵は感じてたな。ザクレル相手にした時は今までだったらヤバかったみたいなこと言ってた。オリジン版のモスク博士別人すぎ。小説版ではマグネットコーティングの効果でシャドーボクシングができるぐらい動作が滑らかになる。軸ペを無接触にするだけで反応速度劇やなりって元の軸ペどんだけ摩擦抵抗でかかったの。不動部に556吹きつけるようなものか。動きは良くなったけど負担もかかるってデメリットも口にするあたりはアムロらしい。外観に一切影響しない改造って初代くらいしかないな。外見変わらないと商品展開につなげにくいしな。おもちゃ展開のために磁石要素を入れろと強要されたんじゃないの？磁石の力で合体するようにすればおもちゃバカ売れだろ。磁石の力で合体するのはバンプレストのガンダムのおもちゃ。磁石でコンピュータ狂ったりしないの？宇宙空間で使うコンピューターが磁石くっつけたら壊れたとか笑えない。逆にマグネットコーティングした MS を地上で運用したら関節が砂鉄まみれとかありそう。昔からこうなるじゃないかとずっと思ってる。ガンダムハンマーぶつけた後鉄くずいっぱいくっついてそう。ソーサルバーからスパーク出るほどの無茶をアムロがしているから仕方ない。マグネットコーティング前はシャアの動き超えられてなかったってのはジオン脅威のメカニズム。水力以外に熟達した操作でモビルスーツの定石から外れた動作で行動したとかもあるんだろうな。アムロも訓練を受けて内分ある意味そこに近い動きなのかもしれない。ガンキャノンとかタンクにもしてやるよ。やっても恩恵がないんじゃね。ガンダムもアムロの常人離れした操作で負荷がかからなければマグネットコーティングの出番はなかった。反応速度上がる前でこれなら空を強いでしょう。なかなかの作画じゃないか。マトリックスみたいだな。あのシャアが昨日までとまるで違うと慌てるくらいには効果あったのよ。TT になるというより TT な挙動に対応できるようになるかもしれん。スプレーするだけでいいのかよ。すげえ技術だな。ブライト、まあ油を刺すようなもんだ。まあ的確な説明。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いするのだ。